せーの、はい、ドン。お、四角、いい感じにバラバラなった感じかな。四角が取れるからやんけど、ドローンの四角が取れるから言うて、ここに入ってきたんがいっちゃんでかいかなって。結局ドローン取ったん？取ってない。アマチュア無線の資格は先に取って、次ドローンの資格取るんやけど、筆記は受かったんやけど、実技で落ちまくって、もう、嘘やろ。あかんなーってなって、もうやめて。連携授業を受けれるからで、中3の時に、将来の夢あったけど、ほんまにこれでいいんかなって悩んだ時期があって、起きて、なんか新しい道開けたらいいなと思って、選んだ。はい、頭の上、ホールダー、ドン。はい、ドン。自分は、フォークリフトに乗りたいから高揚化を選びました。ちょっと待ってもらって。はい、フォークリフト。え、フォークリフトや。フォーじゃない。フォーやで。あそのままでいきましょう。フォーだろ。フォークリフトとかミニショベルカーの資格取れるんですよ。こう見た瞬間、わ、ミニショベルカーとかフォークリフト乗ってみたいなって思いました。何も考えていなかったから、とりあえず普通科にしました。もう公共科に行ったら大学には行けへん思ってて、ああね。で、あ、じゃあもう大学行きたいから普通科にしなってなって普通科になった。国際科っていう選択肢なかった？あ、それもリサーチ不足。うそや。これだ、どうぞ。はい、工芸が一番大好きです。工業に来たのは、まあ、ものづくりが好きやっていうのもあって、工芸はもう最初から、最初の授業で真鍮のスプーン作ったり、いきなり鉄切り出してとか、あれめちゃめちゃおもろかったっす。ああ、はい。選択キャリア授業は、今、触れ合い授業って、2歳とか1歳とかそのぐらい、ああ、そのちっちゃい子読んで、なんか、本の読み聞かせやったりとかして、すごい楽しいから、好きかな。はい、どうぞ。はい。あ、ドローンやったん？あれ、知らなかったんですか。あれ、あ、そうやった。自分は、今ドローン部に入ってます。ドローンサッカーっていう、今はめっちゃマイナーなスポーツでやってる人も少ないから、全然初心者でも普通になんか大会とか出て優勝したりとかできるんですよ、で、それ以外にも FPV っていうドローンレースやったりとか、大体のドローンはできます。はい、3つ入ってるんですよ。掛け持ちしてて。掛け持ち。年金造車研究部は、自分たちで車を作って大会で走るっていう。なんか優勝したよな。そう、優勝してる。なんかしてたよな。で、まあ、写真部は、まあ、学校の外出て写真撮りに行ったりとか、夏休みとか冬休みも結構どっか行って写真撮りに行ったりするから。で、美術部は絵描いて、自分の好きな、何、描きたい絵を描いてみたいな。楽しみ。そう。はい。人と接する職業って感じで、人と接するとか、まあ会話するの好きで、だからもうやっぱ好きなことを職業にしたいっていうのまああるから、そういうのがいい。カウンセラーとか。そう、そんな感じ、そんな感じ。どうぞ。はい。はい。先生のサポート。先生多いっす。そうやな。あ、休みが多い。休み。三学期はほとんどないですよね。そう、先生のサポートなんですけど、これ中学と比較した時に聞いたら、分かるまで教えてくれるんですよ、すっごい。あ、で、講習も受けてるんですけど、講習もその基本的なことから、ここはねって一から説明してくれるんで、とっても分かりやすいんですよ、っていう面で先生のサポートがその手厚い。自分のやりたいこと話したら、それについてちゃんと話してくれるっていうのも、そうだから、これこうしたらいいよとか、それやるならこれもうちょっと頑張ろうかとか、そういうのなあるよな。すごいなと思って。そう。俺は休みが多いから。それは、もう本当に。それとか、あと土曜日も授業ないし。あ、土曜ない。そう思いますね。いいよな。青少高等学校、生徒会でした。バイバーイ。バイバーイ。